皆さん、こんにちは。浜田啓司です。ずっと温めていた待望の YouTube 動画が実現しました。題して、浜田啓司のたまりバーです。この動画は、その名の通り、選手のたまり場になってほしいということを企画して、毎回、ビファーレンの選手を、お客様として、読んで、サッカーのことから、プライベートの話まで持っていければいいなと思っているので、ドリンクを飲みながらリラックスしていただいて、楽しんでいただければなと思います。コロナの状況で、リモートという形で、プレオープンという形でよろしくお願いします。それでは、第1回目のお客様を紹介したいと思います。第1回目のお客様は、ビファーレン長崎ゴールキーパーの富澤雅也選手です。どうぞ。よろしくお願いします。ゴールキーパーの富澤雅也です。富じゃん。お久しぶりです、タマさん。久しぶりだね。なんかドリンクないの？もう、焼酎あるんで大丈夫です。ちょっといいね。ああ、あるんです。俺もちょうど焼酎ロックだもん、今ああ、いいですね。ちょっとフランクの話しようよ。じゃフランクの話、最近調子どう？まあ、チーム状況的にはちょっとコロナもあったりで、そうだよね、少しこうバタバタしてる感じもありますけど、はい、まあ、少しずつ選手も戻ってきて、もう一回こう再スタートできるような状態になってきたなっていう印象はあります。そうだよね、コロナね、一気にバーってきちゃったから、まあこれはしょうがないことだと思うんだけど、はい、まあ、本当に気をつけてほしいっていうことしか言えないんで、まあ、体調気をつけて、はい、お互いね。そうですね。お互いを一言で表すならっていう、難しくないですか？お互いを一言で唇しか出てこないんだよ。あれが唇わけや、タマさん。いや、唇だったな。唇はダメや、タマさん。今ドアップして、唇ドアップじゃん。ドアップしちゃダメも。ちょっと今、テキーラぐらいの今来ましたね。酔った、酔った。酔いましたね、今。俺がタマさん言うなら、なんかもう、タマだけじゃないですか。一言で言うなら、もうなんか俺が多分テレビで見てたタマさんのまんまというか、なんかもう常にそのタマだけであり続けてるなっていう、それは多分引退した後でも同じ印象を受けるんで。あ、本当。やっぱりスターっすね。スターではない。いや、ずるいっすよ、タマさん。まあ、なるべくその自然体でいようとは思ってるけど、そう言ってもらえるのはちょっと嬉しいかな。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。口をいただいて。副キャプテンだから全体的に選手も見れるようになってきてると思うんで、最近来てるなっていう選手、ちょっと垣間見えたかなっていうのは、阿部大成選手。おー、阿部ちゃんね。技術も高いですし、またその、プレーにおけるメンタリティみたいなところも、やっぱり、高校2年生とは思えない、その成長スピードを見てると、すごい楽しみだなっていう中で、この前、天皇杯で、すごいゴール決めちゃったから、うん、FC 東京戦ね。はい。タマさんは逆に大勢のことどうですか？そうね、阿部ちゃんはね、まあ、俺がいた時からも
ぱ注目してたし、うん、すごく息子みたいな感覚で、あのね、触れ合ったりとか言って、うんうん、本当にしっかりしっかりしてるし、すごくあの周りも見えてて、はい、代表とか言ってたんだけど地に足ついてるなって思ってて注目したんだけど、はいはいはい、まあ、この、まあ、離れて半年以上経つけどその間で成長してるのかってすごい気になる。あれ翼くんなんかどう？あ、翼も面白いタイプですね。ハマさん結構好きなタイプなんじゃないかなって。そうだよね。はい、もう本当その感じがあります。で去年練習生として来て、はい、一緒に練習した時に、はいはいはい、なんかセンスみたいなのすごい感じたし、はい、あ面白いなこの選手って思ってくれた中で、うん、まあ、長崎に加入したんで、はい、まあ、一緒にプレーしたかったなって思う選手の一人だから、はい、期待はしてるね。いや本当そうですね。いろいろアドバイスしてあげてね、その二人に。そうですね、あの特に翼に関しては高校の後輩に当たるんで。そうじゃん。そうですよ。でやっぱトミには頭上がんないのかな。全然全然さ、あいつはまあそんぐらいでも来てもらったでしょ、ね、うん、そう、呼び捨てぐらいしてほしいね。そうですね、そこまで行ったらもう、そう、そこまで行ったらもう許す逆にね。チームの、副キャプテンとしてっていう。あ、そうだね。長崎に在籍して今7年目になります。ないね。そうですね、あのまあ少しずつこう立場も変わってくる中で、なんかそういった責任のある仕事に就かせてもらえるっていうのはすごい幸せなことだなと思いながら日々あの過ごしてます。それちょっとマスターとしても来たかったんだけど、はいはいはい、まああのマスターが3年在籍して長崎、はい、まあ、特に俺の3年目の時にはもう主力軸となってゴールキーパーの座を、守ってきて、まあ、その辺からちょっと変わってきたなっていうのを、まあ、僕が見て思ったんだけど、その辺でなんか意識みたいなのって変えたのかなっていうのはちょっと気になってます。まあ、もちろんこう試合に出続けることで責任感っていうのは多分必然的に上がってくるなっていうのは思いましたし、まあ、その多分積み重ねが周りから見てそういったものに見えたのかなっていうぐらいで、なんか僕自身なんか特別意識してなんかやったなっていう感覚はないんですよね、それが。なんか逆にタマさんなんか聞きたいのは、なんだろう、こう年々重ねていくたびに意識して見せてるのか、タマさんもなんか結構自然体なイメージが強くて、うんうん、俺もあの不自然に何かをするっていうのはすごい嫌いだし、うん、それってあの自分らしくないと思ってるから、はい、まあ、あんまり言葉で多く語るっていうタイプではないっていうのは正解なんだけど、でもあの長崎に来てからはある程度言葉でも伝えるようにしたし、はい、あのまあ、自分がどう見られてるのかっていうのも少し意識しながら、こういう行動をとってみよう、こういう言動をしてみようっていうのは意識してやってました。何年前かな、3年前か2年前かに、タマさんも試合緊張しないんですかみたいな質問でしたんですよ、うん、タマさんが、まあ、その試合に対しての緊張はないけど、多分タマだけ刑事として見られるっていうそのプレッシャーが常にあるみたいな、うん、言い方をした時に俺なんかすごいハッとして。めっちゃかっこいいじゃん。いやそうなんですよ覚えてないですか、タマさん。いや言ったの覚えてる、なんとなくそんな言い回しだったかわかんないけど。ああ、はい、なんか自分も多分出たり出なかったり、まあ試合こうなんだろうな、慣れてきたりとか、もちろんまあ緊張もあった中で、なんかこうキャリアを重ねてる選手ほどそういった緊張っていうのはないんだろうなっていうイメージで多分聞いたら、なんか全然違った角度の言葉が返ってきたからすごい印象的で、
なんか深みが違うなっていうのはちょっとそんなの覚えてくれてるんだな。ちょっと恥ずかしいんだけど、はい、いやなんかちょっと思い出しました、ね、だからなんかそういう緊張感があったからこそあのサッカー選手として続けられたのかもしれない。あ、そういう緊張感がなかったらもっと早く俺は辞めてたかなって。富澤選手、そろそろ閉店のお時間となってしまいましたが、で最後にあの富澤選手からファンサポーターの皆さんにあのメッセージがあれば、あのより選手のもっともっとこう見えない深い部分を知っていただいて、このクラブ の, その新スタジアムに向けてもっともっと大きなチームになっていくんだろうなっていうところも踏まえて応援していただいて、あの一緒に戦っていただけたら嬉しいなと思います。見ていただいてありがとうございました。いい言葉ありがとうございます。ということで、本日たまりバー閉店です。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます、はい、失礼します。はい、手でかっ。